はい、おはようございます。いやいい天気ですね。前回ですね、こちらの一軒家の倉庫掃除したんですが、こういう感じでちょっと暗いと、カメラで映してるから明るく見えるんですけど、肉眼だと暗いんですよ実は。一番こっちが暗いですね。こっちから光が入ってある程度明るく見えると思うんですけど、これが曇りの日とか雨の日だったらもっと暗くなります。なのでここに電球をつけようと思ってるんですけど、正直一軒家から延長コード引っ張ってきて電気つけた方が早いんですよ。それをですね、あまりやりたくない理由があって、はい、一軒家の中なんですが、普段ですねこの延長コードを使って電源を挿してグラインダーとか動かしてるんですけど、辿っていくとこっちですね、ここのコンセントにつながっていて電気を取ってると。倉庫の電球もここから電気を取ればいいんですけど、実はですね一軒家のコンセントから電気を使った時に火事になりそうになったんですよ。今この天井にある延長コードなんですけど、よく見るとですね焦げてるのが分かりますかね。ここにですね延長コードがつながってたんですよ。これこっちにつながってまた家の中に配線されてるんですけど、この線を使ってですね掃除機を動かしたことがあったんですよ。何分か掃除してたら急にですねバチって火花が飛んで、こっちに刺してる延長コードが焼き切れたんですよ。焦げてますよね。実はですねここの家ですね、家の中に延長コードが張り巡らされてるんですよ。こっちもそうですね。それを知らずにここに刺してる延長コードから火花が飛んで火事になりかけたっていうことがありました。でそれ以来ですね電気とか使うときは太い電線から使うってことをやってます。でもやっぱりそれでも怖いんですよ。なんせもう家も古いですし、一回火花見てるんで、なるべく一軒家からは電気を使いたくないっていう理由があります。ということでですね、今回の太陽光発電に使うものがこちら、ドン、ダイソーに売っているガーデンライトですね。ちょっとですね動かしてみますか。お、これをオンにしないといけないのか、暗くしたら光るのかな。あ、光った。まずはですねこのちっちゃい LED、これで倉庫明るくなるのかっていう。これはほぼ意味ないな、光が弱すぎる。まずはですねこの中の仕組みを調べないといけないんで分解してみます。ライト、お、シンプル、ニッケル水素電池か、 100mAh って容量少ないですね。こっちにもネジついてるな。取れた、シンプルだな本当に。この黒いちっちゃい部品が太陽光パネルから充電池への充電とか、あとは暗くなったら LED を点灯させるとかっていう役割を多分全部こいつが担ってますね。太陽光発電でどれぐらいの電圧が流れるのかちょっと実験。 1.7V。 ちょっと太陽の光が当たるところでどうなるか見てみますか。これでちょっと測ってみます。多分変わるんじゃないかな。2.4 上がってますね。この LED だとさすがに無理があるので、今回光らせたいと思っているのがこちら、ドン、 USB 型の電球ですね。ちょっと安っぽいなでこっちに USB があって、これ挿したら光ると。 USB ですね、実は電圧が 5V 必要なんですよ。この電池が今 1.2V なんですよ。電圧が足りないので多分光らないです。4つですね連結しました。おお、いいですね。 4.8V。 さあ光るのか、せーの、
おお、すごっ、めっちゃ明るいじゃん。明るい。どのぐらいの時間光るかなっていうのを実験したいと思います。明るい明るい明るい、めっちゃ明るくなる。はい、朝になりました。あ、消えてますね。1日持たなかったですね。100円のガーデンライトの問題も分かったんですが、その前にですね、どこに太陽光パネルを設置するかですね。普通は屋根に設置すると思うんですけど、瓦の場合固定が難しいんじゃないかなと思ってて、そして太陽がですね、あっちからだんだん日が差してくるんですよ。奥側にあった方がたくさん発電できます。奥のエリアですね。よいしょ、はい、ここですね。ちょっと雑草やばいですね。ここ雑草生えすぎだな。じゃじゃーん、草刈り機購入しました。中古で5000円でしたね。電動の草刈り機ですね。グッズの収益で購入しています。購入いただいた方本当にありがとうございました。靴もですね、当たった時に危ないっていうコメントがあったので鉄板が入ってます。ゴーグルもつけて草刈りします。あら、まあ、草刈り終わりました。ここに太陽光発電のパネルを置く家みたいのを作っていきます。まずはですね、穴を掘っていきます。太陽光発電を設置する家の仮組みが完成しました。今回初めてですね、単管パイプでフレームを作ってます。太陽光パネルを設置する角度がですね、いい角度っていうのが決まってるらしくて、だいたい30度がいいそうです。ちょっと30度超えてそうな感じはしますね。太陽光パネルの角度の話が出たんで、小学生の頃の話をするんですけど、自分がですね、小学校3年生の時にですね、怖い先生がいて、授業中におしゃべりをした時にうるさいって言われて、先生が一言45度って言うんですよ。これどういうことかっていうと、呼ばれたら前に出ていくんですけど、こういう感じで前に出ていくんですよ。横に教壇があって、でここにひざまずきをしますと、こうやって手を上げるんですよ。どういうことかっていうと、手を上げた時の角度が45度なんですよ。簡単に言うと体罰なんですけど、よくおしゃべりする人はこうやって45度やるんですよ。結構これ簡単そうに見えるんですけど、何分か経ったらもう手が上がらなくなるんですよ。こんな震えてきてもうやばいぐらい。もうその間も先生ずっと関係なく授業してるんですよ。授業受けてるみんなはそれどころじゃないんですよ。だって前見たらなんかクラスメートがずっとこういう感じで手震えながらこんな感じでやってるので、授業どころじゃないですよね。本当にちょっと先生がイライラしてる時は、足のふくらはぎの間にほうきの柄を挟まれたりとかしてましたね。さまざまな体罰を得得した先生がいました。ということでですね、この角度が30度の時が一番いいと。ちょっと測ってみますか、せっかくなんでね。45度どうすかね。
結構角度ある感じしますね、これ。これもうちょっと低くしますか、これダメっすね。こんぐらい45度。あ、いいぐらいかも。だいたいこれぐらいが30度かもしれないですね。体罰も役に立つことあるんだな。屋根の角度が30度になったので、太陽光パネルを設置していきます。それでは太陽光発電の家作りスタート。はい、完成しました。日が暮れてしまいました。出来上がったのはこんな感じですね。正面が家みたいに入れるようになってて、屋根が100円のソーラーパネルが左と右に10個ずつついてます。1列でだいたい14ボルトぐらいあります。電気の容量がだいぶ増えてます。この太陽光パネルから下にですね、電線が通っていて、通路のところはですね、土に埋めてます。こっから出てきて倉庫の方に繋がっていってます。ここは、
勇気を出して進んでいくと、さっきの電線がですね、こっちから出ていて、シガーソケットにつながってます。そしてですね、シガーソケットに挿す USB のカーチャージャーにつながってます。 14V から USB の電圧 5V に変換してますね。これがですね、電球の USB ですね。上に行ってここにつながってます。この電球がですね、太陽光パネルの右側の1列分なんですよ。本当は左側の1列分もシガーソケットが来る予定だったんですけど、ちょっと電線がですね、全部なくなっちゃいました、はい、時間ある時にもう1個はつけます。この上につける予定です。とりあえずですね、電球を取り付けることができたので点灯していきますか。これを挿したらですね、点灯します。はい、行きます。全然見えない。行きますよ。3、2、1、ゴー。うおー、すげえ明るい。やばは、めっちゃ明るいじゃん。すごっ。待って、待って、めっちゃ明るい、めっちゃ明るい。こんな明るいんだ。ふっふっふ、びっくり。1日以上は余裕で持ちますね。マジ大変だった、これ。4日かかりましたからね。いいよ、いい感じよ。マジ嬉しい。ふぅ、なんとか電気つけることができたな。これで資材もある程度手に入って、倉庫も明かりがついて、やっとだな。この場所に家を作ります。リベンジです。